Hello, Masato-san. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Fine. Also fine. Thank you. Thank you. Thank you for the interview. Let's start.最近の活動は、ダンサーとして、ダンスイベントに出演したり、インストラクターとしてダンスを教えるダンスインストラクターで、ダンス と、空手サイズ、空手と、エクササイズを融合させた空手サイズっていうのをちょっと広めるように活動してます。僕空手をやって、小さい頃から空手をやっていたのと、ダンスをやっていたということで、空手の、楽しさと、ダンスの音楽に乗って体を動かす楽しさをこう2つを1つにまとめたらもっと楽しいんじゃないかなと思って、で空手と、エクササイズという言葉をつけて空手サイズという言葉で広めようと思っています。はい。最近の活動が楽しんでいること、いや全部楽しいです。オール、空手、ダンス、あとフォトグラフ、イエスです。3つ、いくつかちょっとあるんですけど、ちょっとねクローズドイベントというかなので、ちょっと公表ができないのがちらほらあるんですけど、そうですね、そうですね、でも写真撮影とかはちょっとそうですね、後々公表になるかなとは思うので楽しみにしていただけたら。はい、そう、ツイッターとか SNS とか SNS でこう発信してます。はい。いや、これはちょっと難しいな。選べない選べないこれ分かるかな、この三位一体っていうの、なんて言ったらいいんだろう。要はいい食住とか、要は大切なもの、要はそれが一つで自分っていう、なんて言うの、うまくできてるっていうのはうまいかってこと。それはやっぱりダンスじゃないですかね。はい、フォトグラファー。もうベグッ。Thank you。Thank you。面白いですか？見てくれました？まず元気さんと、食事をしていて何か面白いことやりたいよねみたいな、で何かやりたい、何かあるみたいな話をされてる時に、ちょっと僕個人で、前からなんですけど、ちょっとパントマイムを使った作品をなんかできやれたらいいなって、これも完全に個人一人でやろうと思っていて、それをちらっと言ったら元気さんがそれいいねってなって、でただパントマイムだとちょっとなんかつけていかないと難しいから、いろんな人がやってるので
でいろいろ話し合ってたら、まあ、僕が今空手サイズをやってるし、元気さんも元格闘家だっていうこともあり、でお互いスト2、ストリートファイター2ゲームの世代だったので、でその、まあ、それをもじって格闘家が当時スト2に出てたキャラクターがパントマイムをやったりしたら面白いんじゃないかっていう発想から、じゃあその感じで行こうってなって、でちょうどスト2っていう名前、略してストリートファイター2が略してスト2っていう名前で浸透してるんですけど、元気さんがスド2ってよくないってなってで、じゃ あ面白いですね、でスト2っていう名前で、スト2に出てくるキャラクターが、なんだろう、キャラクターで、まあ、パントマイムしたりいろいろパフォーマンスをするっていう仕様っていうので始まりました。はい、スト2パート2があれば、はい、I think you look better with your normal hair. Thank you. かっこいい。チャンスがあれば、やってみたいですね。もしお声掛けいただければ。企業っていうか、その、団体で要は呼ばれるっていう感じですかね、うん、で出張レッスンという形でちょこちょこ いろいろ行ったりしますね、うん、企業では、まだないですね、うん、ただまあ企業、まあ、企業関係って言ったら企業関係になるのかな、かそこの例えば企業に入ってる、スポーツ部っていうんですかね、なんて言うんだろう、要は運動部じゃないですけど、いや別に空手とかは関係なく、運動をし、なんだろう、運動や仕事してるのをストレス解消に、いやそういう運動サークルじゃないですけど、よくあったりするじゃないですか、会社の中での。なんでまあ別に企業ではっていうあれではないですけど、企業から正式にっていう形ではないですけど、うん、ああそうですそうです、誘んでいただいて楽しかったですね。応援、まあそうですね、そのツイッターとか、まあブログ、 SNSを通して、はい、いろいろ情報も発信していきたいと考えているので、まあ、そこで見ていただいたりとか、でなんか意見コメントだったりとかなんか残していただけると、はい、いつも応援いただいてありがとうございます、今後も、まあ、ダンスと空手サイズと、まあ、フォトグラフ写真ですね、この3つを軸にいろんな、まあ、これに縛られずにいろんなこう可能性を広げて、自分の中でいろんな、まあ、なんだろう、クリエイティブな部分を、発信していきたいなと思っているので、これからもどうぞ応援をよろしくお願いします。 Thank you very much for the interview. Thank you very much. Thank you very much.